どうも、ピッピッピッピーでーす。ついに、ゴースト・オブ・ツシマを買いました。イエーイ！ゴースト・オブ・ツシマとは、2020年7月に発売されて、600万本、世界で購入されているゲームです。このゲームが、去年、ツシマという名前を世界中に広げました。今までね、ゴースト・オブ・ツシマ。名前は知ってたけど、ね、あんまゲームやんないから俺、買ってなかったんだけど、もう今、ツシマといえば、もうゴースト・オブ・ツシマってぐらいね、世間の人はそう思ってるから、そのゴースト・オブ・ツシマのこの盛り上がり、この盛り上がりに乗っかって乗っかって乗っかっていこうってことで、ゴースト・オブ・ツシマ買いました。やっぱりね、観光を盛り上げたいって僕も言ってるんで、それなのに、このね、今盛り上がってる、もう世界中にあのファンがいる、このゴースト・オブ・ツシマを、やらないで観光盛り上げるっていうのはね、そんな甘い話ないと思います。なんで、このゴースト・オブ・ツシマの世界中のファンにね、このツシマを広めるために、まず、ゴースト・オブ・ツシマを俺が理解しないとね、伝えられないってことで買いました。俺ね、メルカリで、こちらは3600円でした。で、なんとですね、PS4 も買いました。イエーイ。ですのでね、ここでね、いつでもゴースト・オブ・ツシマがプレイできる環境となっています。はい、やったぜやったぜ。これでね、このゴースト・オブ・ツシマをプレイして詳しくなれば、ゴースト・オブ・ツシマと今のツシマを比較するような動画を作れたり、あとはね、俺がやりたいのはゴースト・オブ・ツシマゲームの中で散歩して、ここが伊豆原かとかね、街散策をしたいですね。バトルゲームなんだけど、ゴースト・オブ・ツシマバトルとかはね、あんま上手くないから、そういうのはやんないんだけど、ゲーム内をね、散歩とかして、で、その中で対馬の情報をね、俺の知ってる情報とかをやるっていう動画作りたいなって思ってます。はい、俺も早く、いち早くこれをね、クリアして、もうゴースト・オブ・対馬ファンしかわからないようなそのネタとかを入れて、ガンガンゴースト・オブ・対馬に乗っかって乗っかって乗っかって乗っかっちゃおうっていうことでやっていきたいと思います。まあ、ゴースト・オブ・ツシマはね、世界中にファンがいるんで、まあ、世界中の人に見てもらいたいんで、今から英語で自己紹介したいと思います。I'm Hide. I got Ghost of Tsushima. Yeah. I will play Ghost of Tsushima. And I will make video about Ghost of Tsushima. Yeah. So, please subscribe my channel, Be the Movie. Thank you.I love Ghost of Tsushima. I love Sakai Jin. Yeah. Yeah. はい。Ghost of Tsushima ファンに届いたと思います。Ghost of Tsushima のストーリー。どんなストーリーか言ってなかったね。この Ghost of Tsushima とは、元寇ってあったじゃないですか。モンゴルから日本に攻めてきたやつ。あの時にね、なんと、対馬に攻めてきてたんですよ。でその時ね、3万の軍勢と80、3万対80で戦ったっていう記録が残されていて、それでね、対馬はモンゴルに占領されてしまったんだけど、その時にね、対馬島民はモンゴル兵に対して立ち向かったんですよ。その時のことをモデルにして作られたゲームです。で、このゲームの中でも主人公の酒井仁がモンゴル兵にね、立ち向かって、どんどんモンゴル兵をね、一人で倒していくっていうゲームなんでね、実際にあった歴史を元に作られたゲームです。モンゴルの元寇を元にゲームを作るっていう視点も面白いし、その舞台を対馬にしたっていう、でそれが大ヒットしちゃったんだ。すごいですよね。今まで日本人が誰もね、着目してなかったものが、これアメリカのね、人が作ったんですよね。そう、海外の人がこれを面白いと思って作ったんですよね。素晴らしいですよね。まあ、なんで、まあ、対馬からしたら多分本当にありがたい、いきなり来たプレゼントみたいな感じだと思うんですよ。このゲームが流行ったおかげで対馬っていう名前が世界中に轟いたわけですから。なんで、この波に乗っかって、乗っかって乗っかって乗っかっちゃおうってことで、ちょっとこれ好きなんで何回もやってるんですけど、このね、ゴースト・オブ・対馬のノリに乗って、ゴースト・オブ・対馬の映画も出るということで、あと最近ではね、隣の島、行き編とかもね、出て。まだまだゴースト・オブ・ツシマのね、熱は冷めないと思うし。あとはね、まあ、コロナが終われば、世界中からゴースト・オブ・ツシマファンが、ツシマにやってくると思うので、その時にね、え、ツシマ来たのに、
全然ゴーストブツシマ感ないじゃんとか、対馬島民全然ゴーストブツシマのこと知らないじゃんみたいな、なったらね、ちょっとがっかりすると思うので、そこで僕がちゃんとプレイして、情報蓄えて、そういう動画や、まあ、あとはね、いろいろ観光地に、こういうところにね、ゴーストブツシマ感出した方がいいんじゃないとかいうね、あの、アイデアとかもね、ゴーストブツシマプレイしないと、あの出ないと思うんで、がっつりプレイして、ゴーストブツシマファンが、対馬に訪れた時にね、ちゃんと期待に応えられるように、頑張りたいと思います。はい。以上です。ゴーストブツシマ、買いました。そして、これからゴーストブツシマに、乗っかってくっていう動画でーす。ぜひ、ゴーストブツシマファンの方、チャンネル登録お願いします。この動画がファンタスティックだなと思ったら、グッドボタンお願いします。それでは、バーイ。